Hello. Hello. Ciao. Ciao. So you must be from Italy. Definitely from Italy, but I'm living in Japan. Okay, great. So what's your name? My name is Chiara. Today we have seafoods. I love it. You love it? Okay. I love all Japanese food, but in particular sushi and sashimi. Oh, nice. So Chiara. Nice. Do you know shabu shabu? Yes. But no meat? Like fish. Fish shabu shabu. Yeah. I think that's perfect. Let's go. Yes. Which part of Italy are you from? Florence. Florence. Florence is where a lot of like museums and old buildings. Yeah, yeah. Famous for tourists. Can you tell me the reason why you decided to come to Japan? From Japan? I was studying Japanese at university in Venice. Oh. So my major was Japanese language and culture. Oh. But if I go back before, so why did I study Japanese? The reason is that like Japanese manga and anime. Okay. And I wanted to become a mangaka actually. Oh, really? At that time. So during high school and university, I also went to a, like another school to like learn how to write comics. Oh, but that's in Italy? In Italy, yes. Oh, didn't know that, like there's a school. Yeah, very good. Actually learn. After I entered university and I started studying Japanese, I realized that being a mangaka as a job is quite hard. Yeah. So not maybe easy. Not that easy, yeah. Mm.はい、これね、明日ばちゃん私はね、今日積んでも、はい、明日すぐにね、芽が出るんですね。その芽をね、積んで食べてたんです。ものすごく、まあ、あの力が強くすぐ生えてくる葉っぱですし、すごく健康にいい葉っぱなんですね。これも明日ばなんですか？それが明日ばの、これが明日ば、はい、あの、いわゆるおひたし。へぇ、じゃあ、乾杯しましょう。乾杯。チンチン。チンチン。確It's always hard to explain how to say kanpai in Italian. Yeah. Here in Japan. The ice is round. Oh yes, it's so clear. And nice. Yeah. And this restaurant is actually coming from like Hachijo Island. Ah, that's why there is Hachijo. Yeah. Okay. で、お醤油がですね、はい、これが島唐辛子醤油って言った八丈島の、はい、食べ方のお醤油。ああ。唐辛子漬け込んだお醤油なの。ピリッとするので、わさびを入れないでこのまま、はい、一番上がヒラマサです。これがラマダイの昆布で締めてるので、お醤油つけないでわさび乗せただけでも美味しいです。うん、その左はチカメキンとピダイ。で、皮がちょっと炙ってるのがサバガです。In Italy, I mean, we have lots of like Japanese restaurants, of course, but you know, they're not the same. You cannot find like the same kind of fish you find here. Yeah, yeah. You just maybe there is salmon, maguro, and ebi. Oh. And that's all. Yeah, yeah. Why I love this kind of like fish. It looks so fresh. Mmm. Oishii. Mmm. いいね。余計な味付けがないものが好きですね。野菜は特に。シンプルな。そうそうそう。イタリア料理も、まあ、塩コショウかオリーブオイルで全部合わせてるんですけど、はい、日本も日本酒、まあ、和食も、うん、まあ、醤油か、まあ、ドレッシングはもちろん使うんですけど、なんでしょう。あんまりそういう余計な味付けはしない料理が多いかなと思って。素材の美味しさを生かした味付けだよね。そこがなんかすごくイタリアと日本料理の一つの共通点かな、はいはい、なるほどなるほど。 OK, let's speak Japanese. OK. Speaking Japanese is actually better. I prefer it too, but I mean, my Japanese is quite, it's much more better than my English because 日本語しか使ってないので、あ、そうだよね、今はあの今の生活では本当美味しい。これいいね、うん、優しい味というか、うん、器もいいですね。料理結構作るんですけど、あ、はいはい、料理作るのが好きな人は多分その器もこだわるんですよ、ね、なるほどね。なんかこの料理だったらこの器がなんかいいなとかって合わせたりします。なので私も家にはめちゃくちゃ食器が多くて、うん、あ、そうなんだ、多すぎるんです。あ、なんかもずくかな、もずくでしょ、ね、もずく食べるとか飲むんですよ、どっちか。そうだね。うん、あ、でもやっぱりお酢が美味しいですね。夏には、今の季節には、あ、確かにちょうどいいかもしれない。間違いないね。うん、あとなんか個人的に、なんでしょう、うん、ちょっと磯臭いもの、うん、あんまり得意じゃないんですけど、うんうん、多分新鮮なので全然そういうのでしょう。臭みもなくて、はいはい、いいですね。お酒は結構飲むの？お酒、まあ今は、今あれなんですけど、うん、普通に飲みます。ワイン。ワインか、あの、料理に合わせるんですね。こういう和食だったら日本酒飲みたいですし、あ、日本酒ね、うん、日本酒はもう普通に飲みます。
あのイタリア料理とかそういうフレンチとかだったらじゃあワインかな。ああなるほどね。うんうん。刺身いきますか。みんがみんがいきます。これは何ですか。これが唐辛子、島唐辛子っていう、うんうん、ちょっとピリッとした感じ。これがね、あの普通の醤油。それサワラ、イサキキ、これが青鯛。ヒラマサ、これヒラマサ。漁師さん、漁師さん。うん、塩辛です。塩辛。はい、塩辛です。これ、自家製の燻製、イワシの燻製です。はい。で、トコブシですね。酒蒸しですね。確かに酒は欲しくなるな。はい。この辺は完全に、完全にお酒の。はい、申し訳ないです。うん、結構ピリッとしてます。美味しい。うん。あまり辛いなんか醤油との刺身、うんうん、これは食べたことないです、さすがに。美味しい、でもへ。ちょっと新鮮な感じでした、うんうん、今の。いつも大体わさびでね、ピリッとは。まあそうです、わさびのピリッとはあるんですけど、唐辛子のピリッとはなかなか珍しいよね。うん、次は、これはイサキです。イサキ真ん中の。イサキ真ん中かな。うん、イタリア語でなんかみんなこうやるじゃないですか、ね、うん、あの日本では本当はこれ間違いです。え、両方で知ってますか。こうだよ。あ、そういうわけでもなくて、そういう問題じゃなくて、大人はやらないです。子供、あ、知ってる、子供。あ、そうそうそう、まあ、例えば子供に美味しいよねみたいな感じではやるんですけど、普通に友達とかこんな大人同士で、うんうん、あ、ボーノーおかしい役に。刺身美味しい、刺身とかお寿司が美味しいですね。和食の中でも何が好きって言われれば、まあでも日本だけだからね、こんだけいろんな種類の魚取れて、ね、フレッシュなのって、うん、そもそも多分生の魚を食べる国も少ないですし、そうだよね、さらにこんなに種類が多いのは。肉とかだったらさ、日本の和牛美味しいけど、うん、まあ一応肉他の国でもいろいろあるじゃん、うん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 、そう考えるとやっぱり寿司とか刺身はね食べてほしいね。まあ、日本に住んだら違うんでしょうけど、うん、海外から見た和食はほとんど刺身しかないと思われてるかもしれない。あ、まあ、あとまあラーメンとか、あと天ぷらとか、とかね、それはあるんですけど、はいはい、私もでも初めて日本に来た時にいろんな種類の寿司刺身を食べてびっくりしてましたね。はい、失礼します。魚はクエでしたっけ。今日クエです。高級魚です。はい、そうですね。クエはしゃぶしゃぶ美味しいですね。すごい。めっちゃすごいんだけど。はい。うん、クエしゃぶで。お肉のイメージが強いですね、しゃぶしゃぶ。ブリとかもあるけどね。はい、タイとか。ありますね。はい。でも。ブリしゃぶとかね、キムしゃぶとか、よくだし、あのちょうど骨でだしを取ったり。あ、はいはい。いろいろ各店舗あるんですけど、うちのはね、元昆布。昆布で。はい、わさび。で、これ、あのキノコですね、しいたけが沸きましたら、はい。種類美味しくなりますので、あ、分かります。グツグツ沸いたところにネギをね入れるんです。自家製のポン酢と薬味を置いてあります。はい、サワラ行きましょう。サワラで結構でかいね。うん、やっぱりこのピリッとしてる醤油が美味しい。みんなで美味しかった。そう、美味しかった。なかなか食べる機会がない。そうだね。そうそう、うん、これ食感全然違うんですね。めちゃくちゃ柔らかいです、サワラ。これはイサキ。イサキ、じゃあ普通のでいこう。うん、これも柔らかい。もうペロッと食べる。刺身は 何枚でも食べれるんですよ。あ、イサキうまいね。うん、イサキとサワラが多分今の中で一番です。全部美味しいですけど、うん、カツオと青鯛、うん、カツオ多分味が強いので最後のがいいかな。さすが、かな、考えてますね。考えてますよ。そうそう、白身魚だいたい最初に食べて、これだね、これ刺身やっぱり美味しいですね。日本のいろんな地域ってもやっぱりその地域ごとの魚もあるね、出るので、これいいです。金沢は、金沢はね、北陸の方はね、うまいんですよ、うん、お酒も美味しいし、そうです、そうです、魚もめちゃめちゃうまいっていう。数年前に、うん、あのお母さんが遊びに来た時に一緒に行って、うん、
あ、カナダも。そうそうそう。お母さんも感動してました。あ、本当。同じように刺身とかが好きなので。あ、嬉しいね、そういうふうに言ってくれると。今来られないから、なんかまた来たいって。じゃあ、最後の。マグロは大葉と一緒に食べようかな。おお、どさっと入れました。はい。吉祥寺はないんですけど、あの伊豆諸島結構行ってます。はい。新島、小津島、去年三宅島。三宅、いいですね。で、今度、伊豆大島。はい、魚届きますよ。八丈もいいところですよ。そうですね、ああ、ゆったりしてて、ね、いつか行きたい。はい、島唐辛子の醤油も美味しかったです。美味しかったです、そうです。八丈はね、もともとわさびがこう作れなかった。わさびの代わりに唐辛子を使って、はい、島とかしいっぱいあるのを、はい、それをちぎって潰して、あー、醤油に、またそれも辛くて美味しいんですよね。バンバイでできますか？バンバイできるかな。うん、うん、これジューシー。魚、油も乗ってるでしょ。うん、乗ってます、乗ってます。もうちょうどやっぱり野菜と一緒に食べるとさっぱりもしてます。ああ、うん、美味しいです。あ、よかった。こっちから行けるから。アワビ。これね、トコブシってやつなんだよね。ちょっと違うんだ。あ、なんか言ってましたよ。似てますよね、でも味は。うん、美味しい。隣のは逆に美味しいです。味噌。これも貝でしたよね。これも貝です。あ、これ好き。これ、うん、結構好き。ご飯に乗せたくなる。絶対美味しいと思う、これは。これもごま入ってますよ。面白い。ご飯出ないんでした。締めのご飯みたいなの多分あると思う。うん、それちょっと残そうか。残せか。それのために残したいです。でも英語かイタリア語なんだろう。英語は分からん。ロングトゥースグルーパー。グルーパーか。ーそうだね、グルーパーだね。うん、なるほど。うん、作ってみましょうか。あ、じゃあいい。あ、ネギをね、ちょっと入れてほしいんだよ。あ、そうですね、まだ、うん、ネギをとさっと入れて。しゃぶしゃぶしゃぶと。和食は結構こういう作る料理、自分で作る料理が多いから楽しいですよ ね。そう、海外ないよね、あんまりね。あんまり確かないですね、うん、なんだろう、そうだ、お好み焼きとかもそうだし、うん、鍋全般全部そうですし、うん、パートによってもちょっと違うかもしれないね。あ、そうかもね。なんかこれとかやっぱ全然色違うもんね、こっちとこっちだ。今度また海外から友達が来た時に、うん、このような店に連れて行こうかな。いいと思うよ。コロナ前まではもちろんそのたまに友達とか家族とかも来てたんですけど、毎回じゃあ何しようか迷うよ、ね、何しようかな。あの日本的なもの、あ、うん、にしたい。まあ、せっかく日本なので日本的なものにしたいんですけど、はいはい、あんまりちょっとニッチすぎると、はい、そうだね、食べてくれないから。まあ、しゃぶしゃぶはね、間違いないと思うよね。しゃぶしゃぶ間違いないです。焼肉も間違いないし。焼肉もしゃぶしゃぶないし。あと、うどんとかよく、ね、うどんとかね。まあ、ラーメンもそうだけどね。淡泊な味なので。合います。合いますか。日本に来て、なんか驚いたこととかあった？初めて来た時に、例えばその電車でみんな静かなの。あ、はいはいはい、それは結構驚いてます。イタリア の、ね、あの、まあ、バスとか電車とか結構知らない同士でも隣すぎて話したりしてますし。あ、そうなんだ、うん、知らない人でもみたいな。知らない人でも、まあ、もちろん人によるですね、はいはいはい、全然あの静かにする人もいるんですけど、うん、あと大体一人でさ、うんうん、電車乗るじゃない。うんうん、あ、まあ、だから友達同士乗るんだったら全然話すけど、電話がやっぱり電車の中で喋れないから。それは正しいと思うんですね。逆に、ね、僕ですと全然ずっとなんか電車で喋ってる人もいるから。あ、あとまあ東京は
結構大きい都会なんですけど、うん、車とかそんなうるさくない。うるさくないっていうのは、クラクションとか。クラクション、そうそう。ああ、そうだ、クラクション鳴らすことあんまないね。うんうん。まあ、運転自体が結構安全運転してるから、そうかもしれない。スピード出すもあんまりないし、うんうんうん、まあ、あと東京だと、車乗ってる人自体がそんなに多くない。そうですね。まあ、大体電車とかが多いから。うん、確かに。逆にイタリア帰るときに、ああ、逆カルチャーショックもあるんです。ある？あ、これはこうだったっけ。例えば、一回、何年前にイタリア帰った時に、うん、電車に乗ってちょうどその日にストライキがあったんですよね。え、何駅？ストライキ。あ、ストライキ。ああ、はいはいはい、ストライキね。なので、その、まあ電車が止まって、はいはい、その亡くなってたんですけど、それを駅員さんに説明を求めたら、うん、別に自分のせいじゃないから知らないみたいな感じ。まあまあまあ。まあそれはもちろんそうなんですけど、駅員さんがストライキしてるわけじゃないから、うん。でも、あ、確かイタリアだなと。日本ですと、責任あるかどうか関係なく、とりあえず。一応説明合わせるよね。そうそうそう。ちょっとつけようかな、今回。たっぷり。このポン酢もそんなに強くないから、うん、全然いっぱいつけてもいいと思う。うん、自家製ポン酢って言ってました。ああ、そっか、そうだね。言ってた、言ってた。うんうん。大きかった。うん。大丈夫、ちゃんと撮ってるから。ちゃんと使うから、このシーン。結構どう、お腹はいっぱいになってきた。ちょうど。ちょうどいいぐらい。ちょうどいい。あと雑炊あるからさ。うん。うん、サイゼリアどう、サイゼリアは。サイゼリアは、うん、違う食べ物です。イタリアサイゼリアはサイゼリアでいいんですけど、うん、うん、まあ、またちょっと違う。それも驚いてます、最初なんだっけ。ドリア、ミラノドリアって、うん、何ですか。ドリア自体は、うん、っていう料理がイタリアにないんですね。ドリアって。え、あ、そうなんだ。ドリアってイタリア料理ないの。じゃないと思うんです。料理みたいなのあるかもしれないんです、まあ、グラタンみたいな、うんうんうん、あるんですけど、ドリアっていう名前はじゃないんです、ね、リゾットをグラタン風にするのはあるはあるんですね。ちょっと美味しかった。じゃあとりあえずもう全部食べ終わりまして、あとは雑炊を待ちましょう。待ちだけ。なんでしょう、ヒンゲの人。ヒンゲって言ったら火山。そうですね、火山の地熱で塩を作ってる青ヶ島のお塩、すごく美味しいんですよ。あ、そうですね、使ってるんですね。イタリアでいうリゾットですか。うん、まあ、ちょっと作り方違うけどね、うん、リゾットはさ、米をそのまま入れるもんね。生の米からやるもんね、うん、でもこういうスープリゾットもあるんですよ。あ、そうなんだ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと熱いと思う。ちょっと待った方がいい。もうちょっと待った方がいいかな。あとはもうこうちょっと取ってフーフーするから。そうそう。ちょっと熱い。そうだよね。あ、でも美味しい。うん、なんか出汁がうん、すごい効いてる。そう、昆布だけじゃなくてやっぱりあのクエのね、クエ入れてたから、クエの出汁も効いてる。出汁入ってる気がする。うん、この塩のりめちゃくちゃ合うね。ちょうどいい、なんか塩気。うんうんうん。熱っ。熱っ。日本人ってさ、結構熱いもん大丈夫なんだけど、うん、確かに、まあ、ちょっと熱いね。やっぱり私もイタリア人なんですけど、それでもわ、大丈夫な方だと思うけど、でも確かに熱い。サルディン、サルディン、イワシ、これ美味しいよ。うん、燻製なのかな。そう、すごく、うん、美味しかったよ。ゆうきまるさん、八丈島、ぜひ八丈島も行ってくださいね。そう、行きます。まあ、全部やっぱり魚が大好きなので、刺身とか、あとしゃぶしゃぶも、大体肉のしゃぶしゃぶが多いんですけど、魚のしゃぶしゃぶが新鮮で良かったです。お腹はどうですか。なんかいっぱいです。なんかインスタとか、あ、いいですか。あ、もちろん、インスタやってますよ。インスタではほとんど和菓子か、もしくは自分の作るイタリア料理。はいはいはい、はい、OK、 じゃあリンク貼っとくんで、ぜひ、はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、チャオチャオ。